トーマス・クレイ・ウィンは、明治時代の日本で活躍したアメリカ合衆国の宣教師。アメリカのジョージア州フレミントンのジョン・ウィン・ボク氏の第三種として生まれる。祖母のフェーベ・ブラウンとおじのサミュエル・ブラウンの影響を受けて海外宣教の夢を持っていた。アマースト大学とシカゴのマコーミック神学校を卒業する。年、ユニオン神学校を卒業した後、 イライザーと結婚して、1877年12月に横浜に入校、横浜のジェームズ・バラの塾を助ける。1879年にヘボンの推薦で、石川県中学師範学校の英語教師になるために、妻のイライザ、教育専教師の MT トゥルー、伝道師の林聖吉、出口清子らと共に、金沢に赴任する。県令、千坂工画の許可を得て、 キリスト教の講義書を作り、10月5日、北陸最初の礼拝を行う。1881年には、大手町の講義書で、日本キリスト一致教会かなざわ会を設立した。1882年には、私立愛魔学校を設立する。1883年には、中田久義や長尾牧、長尾牧長尾八志門、狩野宝斎らに洗礼を授ける。 市範学校の契約の終了後も金沢に泊まり、活動して、1884年には、北陸学院の前身である女子塾を開いて、教育と伝道を行った。ウィン夫妻は、19年間金沢で活動した。その後、大阪で伝道する。1906年には、日本キリスト教会の会員の陸軍軍人の響き、新助の求めで、満州に渡り、伝道をする。 1912年妻イライザーが60歳で休止する。1917年下関でフローレンスと再婚する。1923年まで満州で伝道を続けて、この年宣教師としての伝道生活を引退する。帰国して下関で1年過ごした後、1924年米国に帰国する。その後、妻が北陸学院教授に招へされたので、 1930年には、金沢に戻り、金沢教会と殿町教会の両教会の奉仕を、する。1931年2月8日、金沢教会の礼拝中に救世する。守るキミヤビ、P78 から79中田後に、日本メソジスト教会の牧師として活躍する。日本ホーリネス教会の創設者、中田茂春の実刑。 日本キリスト教歴史大辞典 P158 から159、金沢教会より分離独立した教会。渋木雅、P79。ありがとうございます。